さあ今日は22ヶ月で11キロダイエットしたという安田さんが、どんな森脇チャンネルでこの番組はね、見てる人、ほとんど陸上好きですから、もうちょっとでも何かおかしな走りすると、炎上しますからね。いやもう出たないですわこれ。いやでもなんでそんなリスク高いの出たない。やる気元気森脇チャンネルでございますが、気持ちのええ大阪城公園ですね。はい、さあ安田さんが来ましたけども、あの団長って言ってもらっていいですか。メディア、あの僕あまり団長って言ったことないからね。もう昔から安田やからね。そうね。いやもう安田なんです。誰やねんってなってますから、意外と安田浸透してない。安田さんは最近ちょっとあれらしいよ、ダイエットして。はい、走り込んでるらしいよ。あ、まあ、11キロ痩せたんですけど、2ヶ月ちょいで。君1年弱で3キロ。もうそれ何もしてへん。どうだいし痩せた。まあ、筋トレとジョックばっかり。おう、もうとにかくジョックで。おかしいな。はい。おかしいな。食事制限してるでしょ。食事は、あ、食事制限しました。 あと特製プロテイン入りグリーンスムージー。あー、いやもうね、便器の端から端まで出るような、すごいです便数が。それ教える。ありがとうございます。やっぱり食べたもんは出さないといけないわけやな。まあ水木ちゃんは何でもいいですよ。ね、水木ちゃんはそれでいいけども、でもやっぱり安田さんは2ヶ月で11キロ。やっぱ11キロ痩せるとどうですか。いや、だいぶ軽いですね。で、ジョックだけやってたんですけど、あの急に1500の50代の日本記録みたいな人の対決あったんですけど、まあそれは負けましたけど、まあ、ちょっとはついていけました。まあでもね、実はこのウォーミングアップなんですけども、これランニングトークなんですけども、これ終わった後はですね、今日エナジー君が来てるということは、お願いします。行こうぜエナジー君。エナジー来ましたよ。何番手ピッチャー。8番手エナジー。いや、なんと、来てるということはどういうことかと、本日の追い込み。追い込み練習。もうね、もう実は安田さんはね、プライベートで僕とは追い込み何度かやってますが、この男途中でやめるという、やめるんですか。怪我してるからできへんのにやらして怪我悪化したんやから。びっくりしましたね。あれ310本やるときに、もうなんか5本目ぐらいで、いなくなりましてね。離脱やない。京都の河原で大人2人上半身裸で走ってんの。めちゃめちゃ気持ち悪い。エナジー。確かに。さあ今日は22ヶ月で11キロダイエットしたという安田さんが、どんな森脇チャンネルでこの番組はね、見てる人、ほとんど陸上好きですから、もうちょっとでも何かおかしな走りすると、炎上しますからね。いやもう出たないですわこれ。いやでもなんでそんなリスク高いの出たないよ。エナジーさん、この人怪物ですよ。野球部ですからね。野球部で、陸上競技全く知らないよ。全然知らないです。今日こんな格好で走るんですよ。アホやん。これで靴忘れてるやん。靴もう何年か履いてないですね。そしてふんどしとかね。はい、今日ふんどし一応、今日ふんどしで。これはね、エナジーさんのこの走りがまたね、しびれるんですよ。本当にでもその追い込みとかもただただ僕知識ないんで走るだけなんで、ちょっと勉強させていただくっていう。いや、で僕もエナジー君のあのリズムは結構こう一歩ストライドが長いんで、ストライドが大きいんで、
勉強になるのね。僕はどっちか言ったらピッチで走るから、短距離走りやから、リズムが長距離走りのりはエナジー君が非常に勉強になる。あ、まあ安田さんはサッカー部走りですからね。サッカー部走り、サッカー部ですから。鳥取城北高校、体育コースです。さあ鳥取城北高校と島根海星高校野球部三位対決。三位対決。島根の野球と島根鳥取。そしてで京都洛南高校。そして君は帰宅部。いや、ESS 部です。喋ってる最中に笑ったら何言ってるか分からへんからちゃんと最後まで言うてから笑ってくれる。厳しいの、はい、さあそんな中我々は今日は何をやるのか、はい、もうこのランニングトークが終われば、はい、多分予告編でみんなが死んでる絵が出てくると思う。まあでも安田さんも2ヶ月で11キロダイエットしたら、はい、今日はそうですね、いいとこ見せたいですね。いいとこ見てください、はい、なんか走り方もなんかいいじゃないですか。あ、いいですか、ね、なんか体幹がしっかりして、はい、うん、いい感じで。今日は調子どうなんですか、団長は。僕ですか、はい、あ、ええか悪いかもわからんぐらいです。そんな感じなんですね。いやでもジョックしかしてないですからね。あ、だから今日はどれぐらいスピード上げて走れるのかが結構楽しみです。なるほど。なんか目標みたいなのあります？なんかこんなレース出てこんなぐらいやりたいとか。また 1500m で、はい、そう、日本の女性の方とマスターズの記録作った方とまたやりたいとか。いや、もう一回再生して、うん、5分10秒ぐらいやったんですよ、女子が、はいはい、なのでその人に勝ちたいです。ということは戦後の練習みたいな感じかな。そうですね、はい、わかりました。じゃあ考えましょう。エナジーさん大丈夫でしょうか。はい、はい、いやもうほんまにまた声かけていただいたんで、はい、もう奈良でよっしゃー言うて、はい、もう気分高めてきましたね。エナジーさん純歴ですからね。もう走って純歴獲得ですからね。っていうかもうエナジーさん以外にこの企画あなた以外いないんですよ。オンリーユーですよ。オンリーユーのタレントになれないですよ。追い込み専門。追い込み専門。追い込み専門。しかも陸上経験なし。まあ、でカメラも回します、ね。カメラも回せるんで。ほんで森脇健児を引っ張ってもくれるし、風よけもしてくれるし、出来礼までしてくれますし、で終わった後褒めてもくれんねんぞ。至れに尽くせるやろ。今日また空っぽになるまで走りましょう。はい、ですね。体の中が空っぽになるまでポジティブに、今からは全部ポジティブに考えよう。はい、メンタルが大事やもんね。では次回こんなになってます。どうぞ。ああ、現役の高校生も加わって団長も加わってチーム森脇が走っております。チーム森脇が森脇坂に向かって走っております。かっこいい背中だ。団長ナイスだ、ナイスだ。ああ、この坂がきつい。待ったって。いやだ、これ。団長が逃げる。団長が逃げる。おうさんに。はい、皆さんもお疲れ。そんな終わり方。